パキポッキン、パキポッキン。こんにちは。発見を収めヘルマットの丸山です。ちょっと事件です。やばい。やばいことになった。ネットフリックスにバナナマンのコントが、めちゃめちゃ上がりました。これはね、事件ですよ。大変なことになった。ネットフリックスさん、ありがとうございます。これはね、本当に嬉しい。僕ね、多大なるバナナマンの影響を受けてまして、いつだ19の時に、バナナムーンゴールドと出会いまして、ポッドキャストをずっと聞いてるっていう夏休みで、で、その時バイトもしてなかったのかな、専門1年の時ね。ほんと家からもほぼ出なくて、スタジオ行く時ぐらいしか家出ないみたいな生活してて、で、まあ、若干人見知りになったと。もともと人見知りだったんですけど、若干人見知りが、熱を帯びてきたという感じで、夏休み明けね、ゼミの合宿があって、人との喋り方がわかんねえなってなっちゃって、で、ゼミの合宿先のベッドで永遠コジと日村さんの対決のポッドキャストをずっと聞いてるっていうのをやってたんですけど、みんな外でテニスやったりしてるの、それをやってて、あと、まあ、僕黄色が好きなんですよ。黄色、もう小物何でも黄色を買っちゃってた時期があって、今ちょっと黄色になりすぎたんでちょっとやめたんですけど、そういうのがあって、まあ、黄色いもの集めちゃうのもバナナマンのアーシャーかなんかのあれの影響があってとか、昔マッシュルームだったんですけど髪型、それもやっぱ日村さんの影響あったりとか、ちょっと僕の人生に多大なる影響を与えたバナナマン、このバナナマンのコントが公式で見れるとフル尺、これ熱すぎでしょマジで。あんだけね、冠でテレビ出てるのに毎年ライブはやると、これすごいっすよね。いや、ほんとコント好きなんだなって感じはしますよね。バナナマンの魅力、まあバナナムーンのなんだろう、ラジオ的でないことをやる、ここが面白かった、新しかったのかなって今考えると思いますね。ラジオで声しか聞こえないのに、マイクからちょっと離れて日村さん全裸になっててリアクション取ってるみたいな回が結構多いですね。そのちょっと離れたことによって、その音のちょっとエアー感、フロア感が、出るという感じで、ちょっと臨場感が出るところが良かったのかなって思ってます。まあ、あと何と言ってもヒュンペキ兄さん、替え歌のコーナーですね。お便りが来て、お悩みに答える形で日村さんが替え歌を毎週披露するというコーナーです。まあゲスゲス下ネタ何でもあり、深夜ラジオだからね。そこが面白かったかな。僕は多分イフかな。もしもずく君がもどき一人ならきょってやつ、あれをね何回も聞いてましたねまあバナナムーンとの出会いがやっぱでかいかな、人生で。下田さんはカイザーと呼ばれてますね、ラジオで。カイザー、まあ皇帝ですね、和訳すると皇帝、まあ皇帝のような傍若無人ぶりというか、なんだっけ、ノンストップに出てる設楽さんとは完全に別人の設楽さんがいると、そこに、まあ元々はあの設楽さんが本当の設楽さんというか、元々の設楽さんなんだと思う。まあもう無茶ぶりのオンパレード、日村さんに対する、もう面白いですね。それがまあネタにも反映されてるかなって感じで、バナナマンで一番好きなコントはやっぱピュークが一番好きかな。二人で飲んで、日村さんと設楽さんが飲んで、設楽さんの家に行くと、でそれで設楽さんの家行ったら、日村さんが、めちゃめちゃ気持ち悪くなって吐きそうになってるというところで、設楽さんがシャワーに行きます。でシャワー行ってる間に、日村さんがめちゃめちゃゲロを吐いちゃうと、設楽さんちで。顔を洗う用で渡されてたタオルをゲロにかけて、
で、なんとかやり過ごす工房を見るコントなんですけど、まあ面白い。ネットフリックスで今後は上がるのかな。パンチキックチョップに入っていったコントなんで、まだなかったと思いますね。この辺はぜひ見てほしい、コントですね。あと、アキパキポッキンのやつは、デストロイザコンポジションっていうネタがあるんですけど、これはですね、結婚式目前の日村さんが、両腕を骨折してて、両腕、コルセットになってると。で、腕が曲げられない状態だと。で、ここでこの状態で親に対するメッセージを、設楽さんと一緒に考えていくと。まあこれが常軌を逸したクレイジーというか、ナチュラルにヤバい人みたいな設楽さんが出てきますね。どんどん、親に読む手紙がどんどん狂った方向に書かれていくという内容で、で、一番最後にその手紙を通して聞くと、これがすごいです。コントの中で伏線張って、なんか伏線回収するみたいな感じの構成になってますね。これ超面白いです。これもどっかで入るかな、多分。そのうち上がると思います、ネットフリックス。バナナマンのコントの面白いところっていうのは、すごいちょうどいいところにあると思うんですよね、存在自体が、バナナマンの。もちろん僕もラーメンズとか好きだし、東京芸人が好きなんですけど、まあ、でもその中でも一番ちょうどいい位置にバナナマンがいるなって思ってます。ラーメンズほど、アート寄りじゃなくて、でも、冒頭で流れるオープニング映像とかかっこいいし、すごい洒落てる映像流れるし、まあ、美術もおしゃれな美術衣装が出てくる。だけどネタはくだらない話になることが多いですね、結構。まあ、くだらない話を洒落た空間でやってるという、男子校のりをめちゃめちゃ洒落たカフェでやってるみたいなイメージですね、なんとなく。そこがバナナマンのちょうど良さかなって思ってます。単純にボケツッコミみたいな感じじゃないことが多いんですが、まあ設楽さんのナチュラルにいそうな、ちょっと頭やばい人な感じ、まあ、日村さんの被害者ぶりみたいなところかな、面白いの。まあ、日村さんがやばい場合もあるんですけど、まあ、そういうところも面白いところかな。現実と地続きな感じかと思ったら、全然意味わかんない、しょうもない、なんかことを言ってくるみたいな。で、一番新しい2019年のコントライブ、また原点回帰みたいな感じになっちゃうんですけど、その昔のコントからの引用がちょいちょい見られるところが熱いですね、やっぱ。まあ、たまにやる赤鉛筆、日村さんと設楽さんのフォークデュオのライブコントみたいな、それが入ってて、日村さんの暴力狂気が増してると。まあ、あれはなんか伝統芸みたいなノリがありますね。とかね、あれとか、なんか伝統芸的なところがありますよね、あのネタは。と、あとね、どんどん警察出てきた。またどんどんつって。どんどん警察だつって、どんどん警察出てきた、また。どんどん警察、うわ、どんどん警察じゃんと思ってね、熱かったね。あれはどこのネタだったかな、どんどん警察また出たってのは結構上がりポイントでした。まあ、あと、やっぱ最後のネタは、放送作家の大倉さんと一緒に書いてるネタのパターンが多いんですけど、まあ、大倉さんのネタはすごい舞台を生かしたね、コントが展開されますね。まあ、登場人物が多いですね。結構最後のネタ、長尺で登場人物が多いことが結構あります。で、ちょっと泣かせるコントみたいなのが多いですね。でも出てくるのはバナナマンしか出てこない。まあ、例えば設楽さんがハケて、まあ、上手にハケたんだけど、ちょっと衣装を変え
で下手から出てきて別の登場人物として出てくるという、まあ、舞台を生かしたネタが、うん、結構最後に入ることが最近多いかな、うん、それも見どころです。とにかくね、この機会にバナナマン見てほしいんだよな。上がってるうちにぜひ見てほしいな。まあとにかく笑えることは必須ですね。絶対おすすめできるポイントまあ絶対笑えます。あ、そうだ、バナナマンね、あのコントとコントの合間のつなぎの映像ネタもね、めちゃめちゃ面白いですね。あと洒落てます、いちいち洒落てます。うん、フォントが出てるだけなのに洒落てますね。フォントとか字が出てるだけなのに洒落てる、かっこいい、そして面白いと。とにかくバナナマン見てほしい。もう本当に作り込まれてるコントなんで、うん、まあ映画を見るノリで見るのが一番おすすめですけど、一本ずつ区切って見てっても、まあ普通に面白い作品になってますね。ありがとうございました。バナナマン応援してます。本当に本当にありがとうございました。笑顔でさらば。